家疲れかな結局のところ結婚とかにわせは何やったのってあ,あいやいまだにみんなわかってないですあの雑誌の,あの企画ものですさあみんなこんばんはです月曜日10時から配信定期配信 おります結構ちょっと各所で豪雨がすごいですね都内も今日豪雨がなんかすごかった地域もあるみたいですがこんな時期に傘の出番必要なのね皆さん大丈夫でしたか私はあの最近変わったことといえば あの、ここにね、ニキビができました。わかるどこにニキビあ、見えちゃったか。ここにニキビができた。ほら、ここ、わかるほらー、痛いのよー。で、これでニキビニキビができたのは知ってるんだけど、ニキビができたことは知ってたんだけど、なんか、 最近顔のマッサージリンパマッサージみたいなやつを機械でやるんだけど、いつもね、これね。これね、使ってなんかこうやってマッサージするんだけど、こうやって。でもさ、ここにニキビがあることを忘れてて、普通にこれでゴリゴリやっちゃったの。すっごい痛かった。っていう話。いや、ほんと痛かったです。 言わなきゃわかんないのにって。え、そう、一応ね。あの、言いたいタイプ。こうやってニキビができたとか、ちょっと体調が悪いとか、なんか、察してっていうとき言いたいタイプです。ニキビは青春のシンボルだよ。ね大人になっても寝てる。でも、私がニキビできるときって、だいたいちょっと体調崩してる。体調崩してるっていうか、 ちょっと生活リズムが崩れた時とか、あと一番よく出てたのはストレスの時。あの、今になって気づく。ああ、ストレスだったんだなって。多分ね、多分ね、わかんない。その何をもってストレスっていうかわそれが何がストレスかわかんないけど。でもあの頃、でも今、パタッと一気にニキビがなくなったんです。前、ここはひどくて、ここら辺が。 そうここら辺がすごかったんですけど一気になくらみましたここ34年で悩みあるなら聞きますよってえー、悩みあるなら聞きますよだって悩みないです大丈夫ですそう若くないとニキビできないよって そのニキビは何ストレスえ、これは多分食生活。さあ、ギフト。JSM さん、花地さん、ターボーさん、ブルブルドクさん、セセリさん、くまさんを鈴代さんから、そしてブルブルドクさん、ターボーさん、あかしのぽちさん、ソピラさん、アンさん、ユーフレカッコ、カリさんえー、は花地さんからのギフト。ハイチーズっていうギフト。すごかったですね。ここに。ハイチーズ、ハイチーズってスタンプ。かわいい。 何をもってこの時期にこのギフトなのかわかんないけど。そして、ロンゲさんからもギフトいただいてます。ありがとうございます。あ、かわいい。なんかギフトがどんどんかわいくなってる。お花畑さんからもギフトいただけな、いただいております。あ、このニキビ、オイスターソース説。そう、昨日、あの、なんか台所で、料理を、小料理を作ながら、大料理、小料理か。 ま中料理かな中華系の料理だ。中料理を作りながら配信も初めてしたんです。でも、あのー、私、チンジャオロースがたまに時折食べたくなるので、チンジャオロースを食べたいと思って配信スタートして、野菜をいっぱい買ってたことは知ってたんで、まあ、なんとかなるっしょと思って、あのー、ナスとピーマンを千切りして、あと生椎茸。で、 千切りして、チンジャオロースを作ろうと思ったんですけど、肉がないってことに気づいて、あとなんなら千切った後に油がないってことにも気づいて、なんならオイスターソース賞味期限切れてるし、みたいな。なんかそういう配信だったんですよ。そう、あのね、結構、あの、賞味期限切れてるものをたくさん入れてしまいました。 だそれが原因なんじゃないっていう説もあるっていう。ほんとね、何チンジャオロースじゃないの何ジャオロースってきて。なかなかの見切れ発車でしたよねって、ほんとなんかそんな感じです。さあ、というわけで、昨日はね、そんな配信も、え、しました。 えー、今日はですね皆さんからいただいたお便りを読んでいきたいと思いますお便りくださったお田の皆さんありがとうございますまずは茂雄さんから、えー、きっかちゃんお元気ですかコロナの緊急事態宣言も解除され安心して旅行にも行けるようになりますそこで今回は来年特におすすめのパワースポット関東編を2カ所紹介します1つは群馬県のなんとかなんとか神社でここは発展のチャンスをつかめる場所としておすすめです 2つ目は長野県の戸隠神社でここは隠れている才能を開花させる場所としておすすめですきっかちゃんがお気に入りのパワースポットとかもあれば教えてくださいぜひ訪れてみたいですでも僕にとって一番のパワースポットはやっぱりきっかちゃんがいるイベントですということでありがとうございますそうなんとかなんとか神社ってあの読めなかったの振りがなかったからえっと群馬県のあの炒める 炒めるって,あってるるこれ炒めるみたいな、炒めるっていうみたいな字に、あの、義経のよし、わかるなんとか、炒めるみたいな字に、あの、好き、好きの、あ、女が少しって書いて、あと、義経のよし、あ、妙義神社、そう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 。 妙義神社です。すいません。あ、妙義って読むんだ、これで。へえー。さあ、妙義神社と長野県の唐隠神社。みんななんか好きな神社とかありますかえ、私どこだろうえー、難しい。結構神社とか見つけたら行くタイプなんですよ。なんか、いろんな。 旅行先とかとか、あと東京都内とかもそうですけど。小野ころ島神社厳島神社ね。あ、私も行ったことあります。厳島、伊勢神宮、北海道神宮。あ、大岩さんですね。日光東照宮、八田山神社。 鎌倉にある、なんとかなんとか神社。出雲大社あ。結構、でも意外とみんな、あの、行きますね。こう、鹿島神宮って。え、私、どこだろうえ、好きな神社なんか好きな神社とかは特にないんですけど。えー、どこだろう神社でしょ え難しい鹿島神宮行ってみたいって一回バスツアーであの私のバスツアーで行きましたねあのファンの方と一緒にあ,のあいにくの雨だったんですけど傘さしてみんなで回りました鹿島神宮逆に嫌いな神社とかあるのっていやないですけど ええー、なんか、ここっていう神社はないですけど。ああ、どうだろう。お守りかわいい神社はついつい行ってしまう、だって。うーん。ええー、どこだろう。えー、難しいね、でも。でもなんか、その、離島とかにある、 神社とかはなんかおすごいんだろううなって思うそれこそ厳島神社私も行ったことあるけどプライベートでなんかねすごいなんかやっぱりちょっと離れてるわけじゃないですか離れた島にあるところに船で行ってお祈りするわけじゃないですかだからなんか逆にまたそれがすごいって感じるのかもしれない あと、たまーに、あの、都内の、えー、っとね、東京タワーの近くの、あの、仕事が運キャップするっていう、えー、っと、思い出せない。階段を、階段を一気にね、駆け上がらないといけない神社。あるのよ。仕事運が、出世とかそっち系のやつ。 あたご神社かな違うかななんかあるのその階段。出世系の。あたごかなあたごで合ってるかも。あたご神社茨城に干し芋神社っていうのがあるって本当って来てる。ロイター通信工場さんから。え、知らない。茨城に干し芋神社っていうのがあるのって本当だって。私は、 そもそもそんな神社あることは知りません。逆に今、ショールーム見てる方で、茨城出身の方、星芋神社って知ってます星芋神社あでも、あるよ。なんか今、ググったら、ひたちなかに、ねえ、ひたちなかにあるよ。 あ、テレビに出てたよ、だって。聞いたことある。ひたちなかにね、あります。味ヶ浦ですね。味ヶ浦の駅、味ヶ浦っていう海の近くの駅の徒歩2分ぐらい。ほら、星芋神社、五里駅すごいんです。えー、あ、みちこカレーさんからタワーいただいてます。えー、何きっかけでありがとうございます。 t ンキューなんかあったのかな嬉しい。ご利益ありがとうございましたはいただきます。ありがとうございます。すごい。いきなりだったからびっくりしちゃった。ありがとうございます。ギフト。タワーいただきました。ありがとうございます。タワーだと大丈夫ですかって来た。あ、コマキンさんからなのかな ありがとうございます。すごーい。ナイスタワーですね、拝みましょう、皆さん。いいことありますように。いいことありますように。ありがとう。ご利益、ご利益っていうのそう、何があったんやって思うじゃないですか。そう、さらっとタワーってさ、なんかあの、バーとかで飲みに行ってさ、隣の人からって言われて、さっとお酒がさ、あの、 テーブル越しで滑りながら来るみたいな、あちらの方からみたいな感じだったよね、今ね。そう、何もない時のサプライズっていうか、すごい。ついてるな、きっかけはあってきた。ありがとうございます。<laughs> よかった。ありがとう。 さあ、その他、ギフトいただいてます。はとみさんのまちおさん、おちゃぶさん、赤字のぽちさん、はピニさんからいただいてます。ありがとうございます。嬉しい。バーであちらの方からとか実在するのかって。私も見たことはないあの。ドラマの中だよね、それね。本当ありがとうございます。さあ、今、そんなパワースポットの話をしてる中。 あの、今、事務所の、なんかツイッター、ちょっと、仕様変わったじゃないですか。話変わるけど。アップデートしました、ツイッター。なんかツイッターアップデート、今からする人はしない方がいいかもしれない。あのね、変わったのよ。で、何が変わったって、あのー、投稿時間が、今までなんか46分とか15分とか投稿してから、 何分経ってますっていう数字が明確だったんですけど、そうエゴサ問題ってみんなアイドルちゃん投げてますねそう。エゴサ問題その。最新の投稿が見れないというか、1M とか 1H とか、時間が英語になったんですよ。私も、もうそれがすっごい嫌で、なんか時を戻したいぐらい。 iPhone だけらしいようだって。そう、時間がね、そう、英語になったの。1メートルってか、あんだよ。1メートルは1分ってこと。1h は1時間。1d が1日っていう。そう。なんかね、そう。 そう、ツイッターこれからアップデートする方はちょっとやめマジでやめた方がいいかも。まあ、関係ないと思うけど。で、そのそのツイッターを今日ずっと見てて、その私の事務所のメンバーの子が、その登山をしたいっていうのをツイートでつぶやいてたんですよ。で、私もなんか登山って今まで本当にしたことなくて、なんかギリこの間、この間ってか、本当一1ヶ月前ぐらいにその富士山に登らないかみたいな、あの、 お知り合いの方からお誘いいただいてたんですけど、行けなくて。いや、行けばよかったな。人生で初めて登ったのは、幼稚園の頃、富士山の5合目とか、あと、筑波山とか、そういう小さい頃に登ったのしか覚えてないんだけど、で、事務所の子が、なんか、登山したいっていうのをつぶやいてたから、私もしたいっていう話をずっとしてて、なんか、富士山とかさ、なんかそういう、 山の上のさ、神社ってさ、すっごいご利益ありそうじゃないですかえ、だからちょっとしてみたいんです。登山部ね、そう。だから事務所総出でやろうみたいな話をちょっと社長に投げかけようかなとは思ってるんですけど。いいよって、ツイッター上で。やむ登山部が。 事務所総出ですわ。あ、登山。登山は気をつけないとなくなったりしますからね。そうですね。え、マジでやりたい。え、もし、あのー、登山するなら、私はショールームで配信しながらやりたいんですけど、 あ富士山とかは大変って聞いてるんでさすがに富士山はちょっと厳しいんですけどまあどこだろうね成田山とかあ茨城ですけどなんかわかんない「なん」山ってつくんなら何でもいいんだけどそう電波電波あるのかなとあ高尾山かえ高尾山登った方ある方いらっしゃいます 高尾山、頂上、あ、ふもとから頂上まで電波登っててあるかなあ、つくばさんじゃないって。大山あ、富士山の頂上から配信できるらしいですよ、だって。え、ちょっと富士山は、あのー、いろんな方から大変って聞いてるんで、 うん、ちょっと怖いです。高尾山電波あるよだって。何度か登った高尾山、電波は余裕。へえ。大変なものにチャレン,チャレンジするのがきっかけはいいじゃないですか。知らんけど。一回でもその山登り配信、事務所総出でやってみたいですね。 ね、山登り、今、もう多分今めっちゃ外出たいんだろうね。なんか外出てアクティビティをしたいんだと思う。体が。あもう体がもううずうずしてます。高尾山人すごすぎるよだって。早くしないと冬が来るぞって。そうだね。寒くなっちゃうから早めに。まあなかなか事務所増税だと。 時間が合わなくて無理だと思いますけど今年は無理かな春ぐらいがいいのかなまあでもちょっと気になるですね山登りはさあ、えー、続きましてドラとヘビトシさんからキッカさんこんばんは。 アップがかっこ代わりの青柳ゆめさんのアウトドラックスを見ましたアイドルの推しに使っているお金,お金が1ヶ月でクレジットカードの上限まで使うとのことで本当のファーマーすごいんだなと思いました私だと車、ドライブにお金を使ってますということであのー、同じ事務所のそのアップアップガールズの最近入った新メンバーの子がアウトドラックスにこの間出てまして私も録画したんですよで、録画して後で見ようと思って生では見なかったんですけど 私ね、設定の問題なんだろうね。私、アウトデラックス、いつも、中途半端なとこから、録画が始まってるんですよ。で、今回も、ああ、夢の見ようと思って、再生ボタンを押したら、ちょうど夢の出番が終わって、CM またぎのとこから始まって。私、なんでかわかんないけど、アウトデラックス、 あの15分何時に始まるか分かんないけど15分過ぎからの録画予定になってるのえだからね見れてないんですすごい悔しいえなんでやんねんでしょうだからいつも私な,なんでこれ始まりと同時に設定で録画始めてるつもりなんだけど テレビの時計ずれてるんじゃないって来てる。あ、でも TVer にありますよーって。え、番組表から録画しないのかえ、番組表から録画してるんですけど。へ、えー、だからね、見れてないんですけど。でも、噂によると、その、アイドルにお金を使うアイドルみたいな取り上げられ方ってことですよね。 えー、アイドルの推しに使ってるお金が1ヶ月でクレジットカードの上限まで使うとのこと。え、クレジットカードの上限まで使うって、クレジットカードの上限っていくらえ、だいたいえ、その何を持ってるかによるでしょえ、いくらクレジットカードの上限って何 うちは100万だってお五50万人によるか一番下で30万円じゃないかだってあ十10万円と言ってただって本田さんえ一1か月10万をアイドルに使ってるってことでしょすごありがたいよね本当にすごすごいね え、みんなクレジットカードの上限とか。1ヶ月で最高いくら使ったことある私でも、お金の管理自分でしてないんで分かってないんですけど、なんかお金遣いが荒い方ではないんですよ。うん。えー、いくら使ったことあるかな まあ、くれか持ってないっていう人ももちろん。カード会社や収入にもよるよね。さっき1万円使った人いたねって。ありがとうございます。いや本当ありがとうございます。ほんと。え、1ヶ月100万以上使ったことあるだって。すごいね。 あなたにそれぐらい使ってた時期もあっただって。ロイター通信コンテありがとうございます。本当に。ええー、来た <laughs> ありがとうございます。<laughs> まだ週の半ばなのに。半ばも来てないのに。ありがとうございます。こまきんさんから、えー、こちらタワーじゃないね。メリーゴーランド、えー、いただいております。ありがとうございます。急に来た。みんな、すごく、 投資がすごいです。実質のタワーだって。ありがとうございます。嬉しい。本当に、本当にすごいね。ありがとうございます。皆さん、本当に。コマさん、今1万円使った。派手だよね。なんかもうバブルって感じ。ありがとうございます。 1>, 1万円あ、1万円ってじゃなくて1万1千ポイントっていうのかなそうどうしたんだってみんな来てるからすげえな何があったんだってほんで私何も記念日ないんですけど今のところそういやアプガの武道館からちょうど5年やでって来てるありがとうございます びっくりびっくりさあギフトコッシーさんからみゆぴーさんからそして猫大臣さんかっこつみゆぴーさんからクマさんをユーフレさんはとみさんから、えー、ギフトいただいてますありがとうございますきっかけく小山さんと高尾さんへ行ってあげてくださいああわ <laughs> かりました私そうやってあの なんか後輩に面倒見がいいタイプではないし、そもそも後輩っていう後輩、後輩っていう後輩なんだろう。だソロだから余計なのかな。グループだったらなんか、もうちょっと世話はいい,い,いのかわかんないけど、だから後輩を後輩らしく扱ったことが多分今までないんですよ。ソロだからだと思う。だからなんか、ご飯とかにも。 連れてたことな,いしなんか遊びに行くとかもあんまりないんですけどでももし今回この登山登山が本当に実現するとなれば私も遠足のしおりみたいなの作っていこうかなと思ってるタイプですなんかそういうのほが楽しいよねまあ大人数で行けばね このカリスマありがたい。さあマスミンさんからもギフトいただいてますありがとうございます。さあというわけで、えー。先輩に何かしてもらったことはないって。えー。ないないって言ったらあれだけど。先輩に何かしてもらったこと。 なんか絡むことがなかったかなあまあなくはないけどそうだねあんまりそうだね、うん、あんまり聞かないでくださいさあ続いて、えー、中野4475さん4475徹さんからいただいてます、えー、こんばんは 先週気になる女性の自動車に僕が惹かれそうになりました。<laughs> 最悪だね。先週気になる女性の自動車に僕が惹かれそうになりました。やばいね、これ。この中野なな4475さんっていうのは、あの、職場に好きな女性が、気になる女性がいるんですけど、これは恋ですかねみたいなお便りをくださって、そこから 中野4475さんの恋をみんなで応援してるんですけど徐々に名前呼んでもらったとかそういうなんかストーリーが出来上がってきてで毎週こうやって何があったとか報告してもらってるんですけど気になる女性の自動車に僕が惹かれそうになりましたなんてありますこれ <laughs> 脈なしかって始末されるのかって来てますよ。 あでも引かれて看病されましょうって <laughs> なぜに引かれないってみんな来てるよ引かれとけば仲良くなれたのに当たり家だよそれも引かれる違いだって、まあ、ドラマならあるかもあでもでも逆になんか僕は死にマシン的なやつで確かに距離縮まるかもしれないね かーんちゃんって言うやつで。ね惹かれる違いだね。確かに。な、何があってこうなったのかわかりませんが。そんな気になる女性に惹かれそうになる。惹かれるというか、自動車にね。ことなんて、あるのかな恋の当たり合ってきてますよ。 でも、無事、無事、かれそうになったってことですね。無事って言ったらあれですけど。やばいよな。ちょっと、続報が気になりますね。あ、中野4475さん、マジでビビっただって。え、でも、運命なんじゃないかな気になる。だから、なんかさ、たまーにいないなんか、この人に会いたいとか、なんか、わこの人会ってみたいとかさ、 なんか私の友達とかも、なんかこの人に会いたいとか、この子に会ってみたいっていうのを、なんか頭の中で想像してたら、なんか数日後会えるんだって。でもそういう子いるよね。なあるんだと思う。それ、そういうの四字熟語でなんて言ったっけな。えっとね、なんかそういうも言い方あるよね。えー、っとね。 なんだっけな、あの四字熟語じゃなくて、ね、そういう、なんか、他力本願じゃなくて、えっと、あ、なんだっけな、維新伝心っていうのかな、一期一会。維新伝心があってんのかな、なんかちょっと違うような気がするけど、力説、あ,あ、違うか、まあいいや。 <laughs> さあそして中野ゆうな七五え先日引かれそうになった好きな女の子に引かれそうになりました自動車でそして今日挨拶したら無視されたという完全殺しにかかってんのかなこの人全然だ <laughs> めだこれ声恋が冷めきってるんだけど大丈夫さあ中野ゆうな七五ん、引き続き頑張ってください あ、そうデ、デジャブっていうのかなそうか。終わったって。やっぱり惹かれとくべきでしたよって。<laughs> やばいな。ちょっと生存確認毎週するんで来てくださいね。もう心配だわ。この一週間。そういう日もありますよって。さあ、ありがとうございます。さあ、続きまして、ロンゲさんから、キッカこんばんは。 一家が何度か見に行ってる茨城のバスケットチーム茨城ロボッツですが、えー、昨日の試合で今季2勝目を挙げ全22チームの中で21位で最下位を脱出しました B1 に昇格してからは厳しい戦いが続いていましたが遅れてきた外国人選手も合流してようやくチームとして戦う姿が見られるようになりましたと言っても 東日本地区11チームの中では最下位のままですので、吉川もお時間あればまた応援してあげてくださいということです。さあ、私の茨城県の、えー、チーム、茨城ロボッツバスケットですね。えー、バスケットが B1、だから一番今トップクラスで戦ってるんですけど、この間昇格して。で、今季2勝目を昨日の試合で上げたそうです。 結構、B1 って結構レベル高いんだ。私も B1 バスケとかたまに見に行ったりするんですけど、その茨城ロボット以外も。やっぱり B1 の試合ってすごいですよね。B1 の試合も何度か見たことあるんですけど、うん、すごいなっていう印象。でも今、その茨城のロボットが B1 で、えー、戦っておりますということです。 北海道17位だったんだ,だって。神奈川のチーム見に行ってみたい。あ、2勝9敗中ですって、今、茨城ロボッツ。いや、難しいよね。だって。選手がね、結構、ま、どこのチームもそうだと思うけど、変わったりとかしたりとかしてるんで。J1 みたいなものか。え、だから、その G2 とか、なんかそういう感じじゃない B リーグっていうからね、B リーグ、うん。えー、なんかね、大変だよね、すごいよね、でも、ちょっと、自粛開けたら見に行きたいな。さあ、ジュリーさん、明石のポチさん、ヒロさん、ミューピーさん、コッシーさん、えー、マスミンさん、ヒロさん、えー、ギフトいただいてます。ありがとうございます。 さあ初見の方川崎の修二さんからいただいてますいただいてます,こいいてますコメントありがとうございます初見ですありがとうございますさあ続いてピロリンさんから、えー、きっかちゃんこんばんはお疲れ様ですこの時期僕たちサラリーマンにとって年末調整の時期になります毎年総務部より届く用紙に判行をして提出する感じでしたが 今年かかららでで申請すすするるよようにななりました。いとろいろとパソコンなどから手続きすることが多いですよね。結構ややこしくって便利なのかよくわからないですそう感じましたそんなことありませんかということで今週も頑張りましょうということでピロリンさんから180通目のお便りいただいておりますえこの時期サラリーマンの方は年末調整やば私なんかもうほんとそういうの疎いんだよな 年末調整ですって。だ今ウェブなんだ。あ、今は年末調整ウェブですよね。かっこ、もう終わっただって。仕事が早いね。結構年末調整って、なんか、みんなワーキャーワーキャー言いながら、だらだらやるイメージ、世の中の人。サラリーマンじゃなくても年末調整やってますだって。 キッカーは確定申告でしょ聞かないで。ちょっとお金のこととかあんまり分かってないかも。あ、リアルタイムの人いますね。アリスノちゃん、さっきネットでやりました。だって。うん。へえ。あれこそ学校で教えてほしい。 ああ、わかるかも。その年末調整とかさ、その、確定申告とかのさ、意味をさ、教えてほしいよね。わかるよ。私もと、なすがままに、これ提出、これ出して、これちょうだいっていうので、なんか、目つぶってやってる感じだから、なんかあんまり分かってない。 その年末調整と確定申告の違いがそもそもそんなにわかんない。え、年末調整っていうのは、だその言葉の意味だよね。年末で調整するんでしょだからその、12ヶ月お給料あるじゃん。1ヶ月ごとに。で、じゃ 例えば、1ヶ月1万円だとして、1万円で12ヶ月1年十12万でしょでも、もうちょっとだけ増やしたいから、じゃあ15にしようっていうので、3万円分のレシートをどっかから拾い集めてきて、それを提出し,提出して、これは仕事で使いましたよで15にするってことじゃない あ、全然わかんないやいいやちょっと怖っまあそうではないっていうことは確かだねあそれ脱税って言うんだってあ危なっあそうなの会社が多く取りすぎた分が返ってくるあ源泉徴収って知ってるよ私も聞いたことある あ、見たことある。その字、源泉徴収っていうのは、なんかね、封筒で別でもらってるかもしれない。吉華が全く理解し、あ、私はあんまり理解してないかもしれない。でも、あの、いろいろと大人の方たちに助けていただきながら、なんとか毎年過ごせてます。ほら、あんまり言わない方がいいよって来てるから、ちょっと今のちょっと聞き流して。 三のあちょっと難しいねでもなんかあのほんとそれこそ学校で教えてほしいからね取り入れるべきだと思いますあんな本分厚いのにさ教科書だってネットでじゃなくて ね、ニュースとかにもなってるけどさ、小学校の頃のさ、ランドセルって十何キロとかもあるんでしょ確かにそんぐらいあるよね。私も、重かったもん。ランドセル。重かった。だってあんだけ本、さあ、 背負っていけばそうなるよねあそんなにないよって十何キロはないよえでも結構重いんだよね確かそれだけは知ってる大変だよなでも頑張ってたよなそう考えた あ、中身入れてかって。え、そう、もちろんもちろん。教科書全部、科目全部入れて、十何キロ。重かったよね。ねえ。なあ。今は教科書もタブレットになってるのかしら そんなことはないんじゃないですかさすがに。だって落書きできないって、小学校の頃ってあの教科書に落書きするのが醍醐味じゃないタブラ、へぇー。ほら、今問題になってますよね重いランドセルだって。ほら、問題になってるんだってよ。 うん、あれを毎日持って帰らせられるのは罰だよね。ねえ。落書き醍醐味。はってってきちゃった。<laughs> スタンプでね。そっか。結構落書き、なんか、なんか何らかしらは書いてたかも。 パパラパラ漫画描きましただってご味だよね楽しいよねさあギフトジュリーさん赤石のポチさんヒロさんミューピーさんいただいてますありがとうございますさあそれではちょっと久しぶりに えと謎々が来てるのでお便りで読まさせてくださいみんなも一緒に考えてくださいね謎あの答えはコメント欄に書いてくれるみたいそ久々の謎々で頭が回るか不安だけど大丈夫でしょうじゃあ行きます第1問何もしなくても増える花は何もしなくても増える花は 何もしなくても増える花はえ、あ、みんな答え書かないでよ。何もしなくても増える花はこれ何もしなくてもっていう日本語が怪しいよね。何もしなくても。あら。チューリップ。花を言っていけばいいでしょう。チューリップ。聞く。花。えっ、ー、と、かすみ草。 ガーベラ。うわぁ、全然ダメだ。ほら、みんなわかんないよ。え増えるの言い方変えてって、ヒント来てる。増えるの言い方え増えるプラス、プラス。プラス。 プラスプラスえヒント生花ではないだって生花ではない日本語の別の言い方だってえリスナーさんのヒントで分かった方だって 待って待って、全然わかんないよ。品種ではない。生花ではない。あれ枯れてるやつ枯らすやつ押し花作り物あ、百均って、あ増加 <laughs> っ、造花てかさ <laughs>。 あのさ、あのみんなさ、あの、全然いいんだけどさ、私一応悩みたいのよ。あの一応あの、ちゃんと自分で答え導きたいからさ、あんまりあのヒント書かないでもらっていいかな。あのみんな、みんなすっごいもう答えみたいなの書いてくるからさ、あんまり見ないようにしてるんだけど、コメント欄は。あのさ、なんかヒントみんなル丸とかできてるからさ、 なんかそれ見たらもう絶対増加ってわかるじゃないですかでなんかそれこうやってパッと見てから答えるのがちょっと恥ずかしいからヒント多い多いマジで私が今悩んでる間一切コメント書かないであのね恥ずかしいんだよねみんながこうやってすっごい答えみたいなの書いて見てから答えるのがすっごい恥ずかしいの。 増加で合ってるかなじゃあ増加。何もしなくても増える花はって。増加かなこれ。増加でしょこれ。絶対。ほらあ。正解は増加だって。うーん。<laughs> これで次ちょっと自分で答えさせてもらっていいかなみんな。申し訳ない。申し訳ないね。ごめんね。 じゃあ、第2問いけます。頭の体操してるから、そのためのクイズコーナーなの送ってもらってるのちょ。ちょっとだけ黙っててもらっていい第2問。海外旅行に行けない虫といえばどんな虫海外旅行行にけない虫といえば、どんな虫,行行な虫,んな虫黙っててよ。え、海外旅行に行けない虫どんな虫 ントウムシアリ虫でしょハエ。海外旅行に行けない虫海外旅行旅行、旅行、旅行。え、待って。え、何の虫ってことだって。 え、待ってかえどんな虫,どんな虫えー、もう分かもない。ヒントは海外旅行だって。<laughs> ヒントは答え変えた人をバンするまである。<laughs> やめなさい。<laughs> 待って。ヒントは海外旅行だって。さあ、出題者の方は、出題者の方はもちろんあの、ヒント出してください。もちろん。え、待って。ヒントは海外旅行って来てるよ。海外旅行。あ、海、海外。 かいかい両両こうかいかい横かいかい横かいかいあーちょっとわかんないな頭痛くなってきたあーダメかもしれないあ全然難しい申し訳ないみんなヒントください え、海外旅行に行けない虫といえばどんな虫だったよこれ簡単に考えないといけないんだよね、でもね。ほら、わからんっていう人。答えわからんかゆぎもちいいやつひらがなにしてみましょうだって。え、海外をひらがな え、海外だぞ普通に出しよって言っちゃったけど、海外。あああ,あ,あ,あえ、これすっごい気持ちいいね。え、わかった今。 あ今、私すっごいあのピラメキンがすごくなった頭の中で蚊以外の虫だえっ蚊以外蚊だからあの、刺して痒くなる蚊以外の虫はいけません ほら正解は「か」だってで「か」以外旅行えだから「か」あなるほどね正解の虫が多すぎ確かにで何でも答えてたら正解だったのかなでもあーこれすごいなんか私の中ですごいあのー、すごく頑張った頑張ったっていうか 結構みんなのコメントやっぱないと無理だったんですけどしばらく考えて考えてでみんなのコメントでヒント見てあのー、理解した時のあのピコーンっていうのが脳にいいらしいようんらしいよ 蚊以外だから、そう、か以外っていう答えが正解。頑張りましたね。おめでとうって来てます。頭脳を痛めつける時間が欲しいのね。そう、だからなんか考える時間が、あの、脳の老化防止にいいみたい。アハ体験っていうのかな。みんなもね、やった方がいいですよ。意外とでも、わからない人ももちろんいましたけど、わかってる人も、 多かったですねさあギフトソフィラさん、猫大臣さん、ジュリーさん、明石のぽちさん、ヒロさん、ミューピーさんいただいてます。ありがとうございます。さあというわけで、えー、お便りくださった皆さん、ありがとうございました。また来週も月曜10時から、えー、配信がありますので、ぜひ、見てください。ぜぜひぜひです さあではそろそろ、もうなんだかんだ1時間ぐらいやってますね。さあ、ギフトくださった皆さんありがとうございました。今日は、えー、タワーだったりメリーゴーランだったり、その他皆さんからたくさんギフトいただいてます。ありがとうございますあら。来週はお便りしようかなってメタルさんから来ていただいてます。ありがとうございます。ぜひぜひお待ちしております。もう何でもいいよ。 もう逆にいつもみんなからあのお便りじゃなくてあの、謎々の問題送ってもらってるから、私が逆にね、作るのもありだよね。で、なんかすっごいみんな困らせたい。悩ませたいっていうか。どっかから引っ張ってこいかな。さあ、ギフト、花火さん、ソフィラさんからいただいてます。ありがとうございます。今日はいい一日でしたね、だって。 え最後に言う言葉なんだっけさいならだっけんさいなら。なんだっけ忘れちゃったっけど。きっかなぞなぞお願いしますって。なぞなぞって難しいからね。あ、なるほど。最後に言う言葉なんでしょうかって、あの、 そうさよならっていう言葉じゃない言葉で、一昨日ぐらいから終わらしてるんですよそう。夢で会いましょうだ。そうだそうだそう。夢で会いましょうで、最後終わらすっていうのが、いつもドローンしまーすって言って最後去ってるんですけど、そのドローンに、ドローンの進化系の、またドローン並みのさよならを言ってました。 夢で会いましょうっていうので。さあ、初見の方、まさまささん、ありがとうございます。さあ、それでは最後、きっかちゃんからこれ書いてってお答えするリクエストのコーナー、チャーミングキャラリクエストのコーナーで、えー、さよならしたいと思います。明石のぽちさんから、えー、ゆうちゃんこんばんは、本日11月8日は、いい歯の日です。これは、日本歯科医師会が制定。 いいは,は語呂合わせととのことですそこで今日ゆうちゃんに書いてほしいチャミンキャラリクエストは「いい歯の神様」をぜひとも書いてくださいということでえあのね歯医者行かなきゃそろそろ歯ね歯大事だよねわかるよいい歯歯ちゃんと磨くんだ今日まだ磨いてないからあの夜はね 歯医者、行かないとな。さあ、というわけで、えー、ギフト追加でドラーとヘビドシさんいただいてます。ありがとうございます。さあ、というわけで、今日はいい歯の日だそうです。ということで、私、いつもこの感じだよね。この色合いやっぱ黄色と赤って合うよな、色。いい歯の日だそうです。さあ、というわけで皆さん、今日もありがとうございました。また配信するとき、 お伝えしますのでまた集まってくださいそれではギフトくださった皆さんもありがとうございましたまた夢の中でお会いしましょうさようなら素敵な夢だよ